こんにちは。今回はデコボコとした玉編みの模様のアクリルたわしを紹介します。この模様はこのように玉編みが凹凸に出てポコポコとした感じになります。表側も裏側も玉編みの模様がデコボコとして出て、アクリルたわしとしては汚れが落ちやすい形になります。編み図で説明します。最初は作り目を鎖編み12目作ります。そしてこれは極太の毛糸を8号のかぎ針で編みます。作り目を作ったら1段目は細編みです。鎖編み1目を編んで作り目の鎖編みに細編みを編みます。そして2段目は玉編みを編みます。最初は鎖編み1目で立ち上がって前段の細編みの頭に細編みを編みます。次の細編みに長編み2目の玉編みを編んで、次の細編みには細編みです。この繰り返しです。次は長編み2目の玉編みで、次は細編みです。これを繰り返して2段目の最後は玉編みで終わります。次は3段目です。3段目も2段目と同じで鎖編み1目を編んで玉編みの頭に細編みを編み、次の玉編みは前段の細編みの頭に玉編みを編みます。次の細編みは前段の玉編みの頭に編んで、これを繰り返します。それ以降はずっと同じ編み方です。ある程度大きさが自分の手に合うようになりましたら、最後の段は細編みを編みます。今回は玉編みの段を 1,2,3,4,5,6,7 段編んで最後に細編みにしました。では最初の鎖編みから編み始めます。鎖編みを12目編みます。鎖編みはここから12目の鎖編みができました。1段目は細編みですから、立ち上がりの鎖編みを1目編んで、次の鎖編みの裏山に細編みを編みます。次の裏山にも細編みを編んで、1段目は細編みを編みます。細編みを編んで、鎖編みの裏山を拾って細編みを編みます。1段目ができました。2段目は細編みと玉編みを編みます。鎖編み1目を編んでから編み地を裏返して、すぐ根元の鎖編みのすぐ根元の細編みの頭2本を拾って細編みを1回編み、次は長編み2目の玉編みを編みます。針に糸をかけて、次の細編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜いた、ここまでが未完成な長編みです。玉編みは未完成な長編みを2目を一度にまとめて玉編みを作ります。同じところにもう1回未完成な長編みを作ります。
細編みの頭に未完成な長編みが2目できました。これを一度に引き抜いて、長編み2目の玉編みができました。次は隣の細編みの頭に細編みを編みます。この玉編みはこちら側に膨らんできました。次はまた隣の細編みの頭に未完成な長編みを2目編んで、長編み2目の玉編みを作ります。未完成な長編みを1、同じ細編みの頭に未完成な長編みを2、これを一度に引き抜いて、長編み2目の玉編みができました。次は細編みです。これを繰り返します。次は長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編みを2目編んで、これを一度に引き抜き、次は細編みです。こちら側が膨らんできますので、編み地が丸まってきます。でもこれは次の段で直りますから大丈夫です。次は長編み2目の玉編みを編み、一度に引き抜いて玉編みを編みます。次は細編みです。そしてここは未完成な長編み2目を編み込んで、一度に引き抜いて玉編みを作ります。次は細編みを1目編んで、段の最後の前段の細編みの、ここが頭になります。この前段の最後の細編みの頭に、長編み2目の玉編みを作ります。未完成な長編みを2目編んで一度に引き抜き、長編み2目の玉編みができました。これで2段目ができました。次も同じ編み方ですので、鎖編み1目を編んで、編み地を裏返します。こちら側はこのように玉編みがデコボコとして出っ張っています。次は3段目です。3段目は今鎖編み1目を編んだすぐ根元の前段の長編み2目の玉編みの頭はここですので、ここに細編みを1目編みます。そして次の細編みを編んだところです。この細編みの頭に長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編みを2目編み入れて、これを一度に引き抜いて玉編みを編みました。次は細編みです。細編みを編むのは前段の玉編みの頭のここです。ここに細編みを編んで、次は前段の細編みの頭です。ここになります。ここに長編み2目の玉編みを編みます。これを繰り返します。次は玉編みの頭に細編みを編み、次は前段の細編みの頭に長編み2目の玉編みを編みます。次は玉編みの頭に細編みを編んで、次は細編みの頭に未完成な長編みを2目編み入れて、一度に引き抜き玉編みを編みます。次は細編みです。
前段の細編みの頭に長編み2目の玉編みを編み、前段の玉編みの頭に細編みを編みます。これで丸まっていたのが少し平らになってきます。次は前段の細編みの頭です。ここに長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編みを2目同じところに編み込んで、これを一度に引き抜いて長編み2目の玉編みができました。これで3段目ができました。次は鎖編み1目を編んで4段目になります。この玉編みがこちら側とこちら側にでこぼこと出ています。両側に出ますので、この編み地のようにどちらもでこぼことした玉編みが出ます。次は4段目です。4段目も同じです。鎖編み1目を編んだその根元の玉編みの頭に細編みを編み、次は玉編みです。これの繰り返しです。次は細編みを編んで、次は長編み2目の玉編みを編みます。次は細編みです。そして長編み2目の玉編みを編みます。これを繰り返していきます。細編みを編んで、前段の細編みの頭に長編み2目の玉編みを編み、次は細編みです。次の細編みの頭には長編み2目の玉編みです。次は細編みを編んで、次は細編みの頭に長編み2目の玉編みです。これで4段目ができました。このようにでこぼことした形になります。こちら側もポコポコとして出ています。これは4つ表、こちら側が4つ出るようでに編みました。そしてこちら側が3個3段出っ張りが出るように編んでから、最後に一番上は細編みを編んでいます。お好きな大きさにしたら最後は細編みを編んで仕上げます。これは半分の大きさですが、これの半分の大きさですが、ここで細編みを編みます。最後の細編みの編み方です。鎖編みを一目編んでから編み地を裏返して、すぐ下の目に細編みを編み、前段の細編みの頭にも細編みを編み、長編みの玉編みのところにも細編みを編んで、一目ずつ細編みを編んでいきます。これで上下の編み方が同じようになります。これは半分で細編みを編んでいますが、こちらは倍の高さにしてから細編みを編んでください。もっと大きくしたいときは、そのお好きな大きさになるまで編んでから最後に細編みを編んでください。これで半分の大きさのところができました。細編みを編んでアクリルたわしに仕上げるところをします。今、1段最後に細編みを編んできました。ここからこの鎖編みのループをつけます。このループは
12目の鎖編みと15目の鎖編みなどがありますが、今回は15目の鎖編みを作って少し大きめにしてみました。ここから鎖編みを15目編みます。15目の鎖編みを編んで、最後の鎖編みを編み始めた細編みの頭と足1本に針を入れ、この位置で引き抜き編みをします。これでループができました。もう一度引き抜き編みをして、これで仕上がります。この糸は後ろの目立たないところにとじ針で通して仕上げてください。でこぼことした玉編みの浮き出たアクリルたわしを紹介しました。これはアクリル 100% の極太ゲートですので、とても丈夫で、この凹凸が汚れをよく落とします。またこの模様はバッグなどの模様にしても可愛い模様になります。でこぼこした玉編みのアクリルたわしを紹介しました。